新イベントやってまいりましたね。水着イベント来ましたね。まあちょっと 3D の絵はまあ置いといて、さあまあこれなんだよね。まあ新曲もだけど、まあ、新曲も大事ね。ダウンロード中にもこの曲流れたんですけども、すごいかっこよかった。うん、てかジャケットの絵がすごい。あ、風は吹いてるかになってる。なるほどね。はい、あー出た、エブリデイカチューシャね。あーいいね、うん、まあ、どうせ後でやるから。ちょっとこの曲わかんないんだよな、ごめんなさい。まあ曲はポンポンいこっか。まあこれも知ってますと。はい、写真これなんだよね。まあみんなこれでしょ、楽しみにしてたの。来た、ちょっと音量上げていいかな。うわーこれちょっと覚醒後楽しみなんだけど、どんな感じ。あーなるほど、こういう感じなんだ。まあ水着だからね。さあみゆちゃん、覚醒前はまああの7フェスでね公開されてるんで。あーなるほど、えいいじゃん普通に。え、あーまあもう一つあるってこと。え、これさ、ガチャ分けられてんの、もしかして。そうよね。リラックスしな。え、これもしかしてさ、ガチャ2つに分かれてて、ってことじゃないよね。それだったらちょっと怒るんだけど。さあ、レイカさんもいいね。私の水着、好きなの？はい、好きです。はい。OK、まあ、これは見てるんで、まあ、もちろん今回願いはこの人なんだけど、うわぁ、カネーと一緒にいる。え、ちょっと待って。嫌な予感しかしないんだけど、これ。え、これさ、一つのガチャじゃない？もしかして。二つのガチャで、うわ、来た。期間限定パック来ましたね、これ。ちょっといろいろね、見たいんだけど、まあ今日はガチャ引くんだけど、最初はね。さあ、これ見ていいかな？オーシャンパック。あー、これめっちゃもがえるね。マーメイドパック。あー分かった、課金してきます。はい、1万。あーオッケー、分かった。まあとりあえずね、皆さんごちゃすまと申します。まあ今回ガチャ引いていくんだけど、まあ22日にね、このガチャとかイベントが発表されて、まだ約1週間ぐらい。まあちょっと正直皆さんが石どんくらい貯められたかは分かりませんけど、僕はとりあえず40連分ぐらいしか貯められませんでした。はい、というわけで、もし今日は40連分しか引かないんだけど、でね、なんていうの、もし出なかったら、まあちょっとね、明日課金の方して、リベンジガチャしたいかなと思っております。まあとりあえずガチャ見ようか。イベントは明日とか振り返ります。はい。ありがとうございます。うわー、やっぱ嫌な予感したんだけど、その通りか。じゃあこのガチャ引いても、ランランとミュウちゃんは出ないってこと？出ないね。うわー、ちょっとこの仕様やだな、俺。なんか、全員出てほしかったわ。もちろんね、この4人の中で、俺の願いはもちろん、この、あのね、姫と、レイカ様だったから、まあ別にいいんだけど、まあわよくば、ちょっと欲しかったなーっていうのがあったんで、まあ。まあとりあえず、お試し単発、お祈りガチャ引くか。まあもちろんね、明日はしっかり、まあほぼ課金するでしょうけど、しっかりと。まあこれも引いていこう。お祈りガチャなんてね、そんな期待しなくていいか。はいはい。まあ、とりあえずね、これはもう、乱数調整だから、ここで、ハズレを引いといて、10連でね、レア服すると。もちろん願いは、彩か姫です。はい。とりあえずね、まあ引いていきます。ちょっとね、イベント特攻がどんくらいなのかは分かってないんだけど、まあとりあえず引くしかないよね。はい。なんか遊園地があるからちょっと戸田ちゃんっぽいのがなんか怖いんだけど、さあ。ちょっと、ランクアップしちゃったからさ、ちょっと、うわー、ランクアップしたからね、ちょっと、おっとって思ったけど、ダブル純ちゃんでしたね。これ星ファンはないんだもんね。あ、まあとりあえず引くしかないけど、ちょっと、本当に嫌な予感しかしてない。なんか40連でごめんね今日は。
うわー、鳥ファンだからミカミンじゃないこれ。あっ来た。あっ、2人。レイカ、レイカ来た。レイカ様。さあ、どっち、これもう本当にすり抜けが怖いから、どっちだっけ、どっち、もうこっちじゃないんだって。ちょっと待って、本当にやばい。これはやばいって。すり抜けがね、やっぱ一番きついわ。本当にすり抜けしかないよね、これ。さあ、じゅんちゃん。まあ、もう一枚、チェン星を引いてるのは確定してるので、まあ、そこで、まあ、綾香か、麗華様、どっちか来るの祈るわ。うわぁ、ゆうきちゃんか。あ、ゆうきちゃんは限界突破です。はい。まあ、そうだね、ミカミンが。ね、ダブルミカミン。うわぁ、ここ。ここで星を2体分潰しちゃったよ。うわぁ、しんどい。で、いい引きはしてるんだけど、星4の引きはいいんだけど、さあ、壁ちゃんがいます。来るか。あー、ランクアップしちゃったけど、星ファンなんだよな。なんで、あやかひ、ちょっとやばいって、振り抜け。ね。振り抜けやばいんだけど、ね。だったら飛ばしたくなかったんだけど、ドキドキ味わいたかった、あやかの。待って、もう終わりじゃん。ああ、もう2個軍だ。来い。ああ、ランクアップしたけど。まあ一応最後なんで、全部見ましょう。来たー、よっしゃ、やったー。出ないと思ってたのに。うっそー。ああ、ごめんなさい。終わったと思っていたけど、まあ引いちゃうんだよね。まあ、僕ぐらいになると、絶望から、絶望の花になると。はい。マジか。麗華様引いちゃったよ。もう2回振り抜けして、終わったなって思っていて、まあ結城ちゃんいいね。はい、まあさすがにもうないかな。さすがにないかな。まあ三上。あー、これで終わりだね、2個目で。はい、ありがとうございました。いやー、あざっす。あざっす。麗華様、あざっす。はい。まあ、という感じで、ちょっとね、願いの姫が出なかったんで、まあ、ちょっとね、明日リベンジで、また結構引くと思うんで、皆さん楽しみにしててください。ちょっと見ていいかな。はい、このヴィーナスパックはですね、おまけで5000ついてくるので、これね、通常の1万円で買うよりも20連分お得なんだよね。60連引けると。で、なおかつブーストドリンク10個に VIP ポイント1000。一回がいいね。で、こう、マーメイドパックね。5000円の。これも買えばね、もう結構引けるよ。30連分引ける。30連引けて、ブーストドリンクもついてくる。オーシャンパックがさ、すごい得じゃない ?1000 円で10連だよ。10連引けるね。うん。まあ、レインボーパックとかも買っちゃってるんだけど、このトレーニングパックとかね。は買ってないけど。1000円で10連分なんだけど、普通に買うと760個だから、もしちょっとだけしかお金出せないって人だったら、このオーシャンパックはぜひ買うべきなんじゃないかと思いますね、僕は。まあ、もちろん僕はちょっとビーナスパックの方買うかもしれないんですけど、まあ、それは明日になってみないとわかりません。はい、というわけで、まあ、ちょっとイベントの方を見ていこうか。はい、まあ、とりあえず、ストーリーはスキップさせていただきました。はい、プレミアステージイベントですね、今回も。うん。まあ、前回同様ね。あ、今回スペードなんだ。スペードタイプで新規追加カードは特効カードボーナス付きと。はい、はい、はい。サンゴは、あ、交換所できたんだ。これいいね。交換所できたのはでかいんじゃない?あー、なるほどね。2D 賞がもらえると。あー、これはもう、普通にいいね。グッといいね。はい。じゃあ特攻カード。あ、全員スペードなんだね。オッケー。はい。っていうなんで、まあ、正直ガチャで、イベント系集めた人が、まあ、結構勝てると。イベントはね、ランキングは。なんで、まあ、とりあえずガチャ引くのが大事なのかなと。やる前に。と思いますね。まあ、明日ね、また、
ガチャ引いてその後にイベントの解説とかしていこうかなと思っております。はい、っていう感じで皆さんはね、結果どうだったでしょうか。まあよかったらコメント欄に、まあ書いていただければ、嬉しいですね。まあとりあえずレイカ様獲得できたので、まあ一安心、とりあえず一安心、うん、一安心。ただちょっと振り抜けが多かったから、ちょっと振り抜けした時に僕が変な声出してないか心配なんだけど、まあとりあえずよかったね。この動画がたちなとグッドボタンよろしくお願いします。またね、登録者も90人突破いたしまして本当にありがとうございます。はい、皆さんのおかげでいつも言ってるとおり、また土曜、今週の土曜日もね、生放送、あさってに生放送する予定なので、ぜひよかったら、まあ夜ね、9時くらいかな、遊びに来てください。ランキングは知りたいと思います。はい。というわけで、ね、この方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。過去2回目。それでは次回の動画で会いましょう。